ハロー YouTube、 どうもこんにちは、ヨッピーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。ということでですね、突然なんですけど、なんで洗濯機っていうね感じでね、今日は動画始まってるんですけどもね、まあ、このね洗濯乾燥機、縦型のものですけどね、ご覧の通りね、こちらの方でね、去年だったかな、去年買ったんだよね。でうちの洗濯機、これ今我が家15年まで経ちまして16年目に突入かな。それでなんとこの洗濯機で4台目と4台もね買い替えました。でまあなんでかっていろいろ理由あるんですけどもね、まあ、この幅がね60センチしかうち取れてないんですよね。これ洗面台がもう60センチ で120センチしかこの幅ないんですよ、ここ脱衣所の。まあ、多分詳しくないんですけど、あのに日本何古来のって言い方おかしいな、あ在来工法ね、在来工法で多分その借款法とかであるんじゃないですかね。もうそういうある程度のこう決まり事の長さとかね、多分それに基づいて作ってるんで、あ66、最低限の60、60って感じで、で60しかないくて、最初こんな狭いスペースに洗濯機置けるんですかって俺営業の人聞いたんだけど、もう全然置けますよって言うから、その当時一番ちっちゃいっていうか変な、まあ置けそうなものって言ったら 4.5 キロの、まあ、日立ネット買ったんですよね。でさすがにね 4.5 じゃねちっちゃいっすよね、まあ、一人暮らし用に近いようなサイズなんだから。してよくよく調べたら60センチあるんだけど、こうちゃんと測ってみたらね、そのカタログ上とか見て、まあ、7キロいけるじゃんと。で7キロの日立のやつに買い替えまして、普通のやつでね、して使ってたんですけど、まあこれがね急に水がね樽から溢れ出して、いやもう故障かよと。で急遽それちゃんと調べもせず、ネットでヨドバシドットコムでもう洗濯機注文して、だって洗濯機使わないと困るから、やっぱり水溢れてくるんでね。で注文したら、いや取り替え、あとあ持ってきた業者さんが、これだったに排水パイプに糸くずが詰まってるだけなんですけどって言って、どうしますって言ったんだけど、あじゃあだったらって言ったんだけど、箱開けちゃったからもう交換できないって言われたらしいんですよ。でもせっかく一応ではヨドバシさんの方になんか聞いてくれたらしいんだけど、っていうわけでそれを買い替えて、あそれを使ってた、シャープのものに買って使ってて、でそれは7キロだからまあ全然まあいけてたんですけど、やっぱりね乾燥機能は欲しかったんですよね、どうしてもね。でドラムはね、まあ値段が高いっていう人もいるけど、まあそもそもここのスペースにねドラムが入らないね、60センチしかないから、で奥行きも結構そんなに取れないんで、まあ、これでもねギリギリ、まあだいぶこう出っ張っちゃってるんですけど、まあなんとかこれならギリギリ置けると。でまあ縦型なら乾燥機能付きでいけるかな、まあ、最初目つけてたのはこの8キロじゃなくて 5.5 キロっていうぐらいのかな、このワンサイズ下でも全然なんつうの、それだとうちの洗濯容量足りないなとは思ったんだから、買えるんならこのサイズが欲しかった。で店の人に聞いてみたら、まあ一応搬入確認してできますよと、要は配達日を指定してその前に取り付けできるかどうかを確認してから開梱しますということで、じゃあそれでお願いしますって、まあもう値段とかその時全然気に買う気もなかったんだけど、すぐにもう11万円でいいですっていうから、まあ、11万円高いのか安いのか分かんなかったですけど、当時は、まあ、11万円払って、であと精神ゴムみたいなのもね、今までレンガを割ったものをこう最初の業者さん、一番最初の日立のね 4.5 キロ買った時、レンガを買ってきてくれたんですよね、その業者さんが。うち防水パンないんだけどって、で防水パンないから直置きできないって言ったら、レンガ買ってきて、その割ってくれてって4つにして置いてくれたんだけど、レンガだとねやっぱね振動がすごいんで、高床式にするようなこういう売ってるんだけど、そういうの必要ですかって買う時に聞いたら、あだったらもっといいものがあるって、精神ゴムね、もうゴムの塊みたいなを4つ買って、そしたらもう見事音もねなんかこう振動も全然なくてね、非常に快適です。
で、なぜこんなものをね、説明し、今ね、こう動画に撮ってるかっていうと、まあね、あの、花粉の季節ですよ、花粉の季節。今、ヒノキなんですかね。うちはね、あの、もう、家族全員、もう、花粉なんで、あの、杉花粉から、まあ、多分、今、ヒノキね、俺ももう30年以上のね、ヘビーユーザーですよ。ヘビーユーザーっていうか、ヘビーアレルギアですよ。ね。で、当然、外に干した方がね、お金もかかんないし、まあ、手間はかかりますけど、まあ花粉がすごくついちゃうということで、まあ、妻もあんま外を干したがらない。で、家の中で衣類乾燥機っていう、こう四角いね、こう物を置いて、あの風バーって当てて、やってたんだけど、今まで、まあ、時間がかかるわけですよね。うん、まあ、機械自体はやっぱあれもシャープの機械で、コンプレッサーが多分内蔵されてるタイプで、エアコンのちっちゃいようなバージョンですよね。まあ、それでもなんかそんなすぐガツガツすぐ乾くってものでもないし、今もうちょっといいものあるのかな、こうね、あのムーブアイみたいな三菱電機から出てるものとかね、アイリスオーヤマで出てる、風を直接もっと当てられるのもいいかもしれないですよね。うん、というわけで、ドラム式、要は洗濯から乾燥まで一貫してできるものが欲しかったんですけど、まあ、結局ね、このサイズなら置けるということで、縦型のね、洗濯乾燥機を買ったんですけども、まあ、これがね、結構やっぱね、ここ来て、まあ、今日は雨なんですけどね、東京。やはり、買ってよかった家電。うん。値段で気にしてドラム型で、うん、ドラム型だと30万くらいするのかな？まあ、20万後半はするでしょう。で、これは11万円だったんですけど、値段を気にする人、あとはまた俺みたいにこうサイズでどうしてもドラム諦めざるを得ない人、それでも乾燥機能欲しいっていう人は、ぜひこう縦型のね、乾燥機能付きのね、洗濯機もね、こう視野に入れてもらいたいと思います。大体のね、目的は達成しますよ。で、まあ、確かにね、シワは寄りますよ。シャツとか。まあ、そしたらアイロンかければいいじゃないですか。多分ドラム式でも、よっぽど業務用の大型みたいな、でもどうなんだろう、俺はあんまやったことないから分かんないんだけど、やっぱりシワ出ると思うんですよね。なんか家電レビューみたいなの見ても、完全にこう風アイロンとか言ってるけど、本当にノーアイロンで切れるわけないと思うんだよね。で、特にね、やっぱりね、ありがたいなと思うのはね、この乾燥機能付きでタオルだよ、タオル。もうね、ふっかふか。うん。まあね、結構時間かかりますよ。今これ、ちょっとエリア表示出ちゃったけど、またね、ヒーター目詰まりしたね。まあタオルはね、やっぱ、糸くず出やすいんですよ、すごい。だからね、結構頻繁に、フィルターのところに、こう、糸くずくっついちゃうんですけど、まあタオルとか、まあ下着とか、まあ、靴下とかのそんな感じの、まあ、あと肌着でね、 T シャツみたいな、もうこれとかね、まあ、ほとんどシワなんか気にしないようなものとか、うん、全然いけますよ。あったかくてふかふか、うん、下手になんかこう部屋干しとか、まあ、なんかちょっとジメッとした天気でいまいちなんかこう曇ってるみたいな時の、外干しよりもね、全然強力です。で、まあ、電気代はかかります。まあ、ドライヤーの大きいようなね、ものなんでね、それ電気代かかりますけれども、まあそれほどなんかでもめちゃくちゃすごいって感じもしないんだよね、特にね。うん、まあ、うちはもともと高かったっていうのもあるんだけど、ここ来てエネルギーの価格の急騰もあって、もうなんかもうしょうがない、もう考えてもしょうがないからどうでもいいわと思って、うん、ただこういった雨の日とか花粉の日とか、もうこういうね、乾燥機能も本当ありがたいなと思って、まあ、迷ってる方はね、判断材料になればいいかなと思って、今日はね、こう動画にしてみました。というわけで今日はですね、洗濯乾燥機は、まあ、花粉の季節や雨の季節にいいぞと、ただそれだけの動画でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ヨッピーでした。ちなみに私方もね、シャープのESTX8 というね、まあ、去年買ったやつですから、もう新しい型番出てますんでね、もしよろしかったらチェックお願いします。さようなら。